さあ翔子選手来ましたよ。そうですね、どういう展開になるのかすごく楽しみです。翔子選手はね、この両選手とも対戦経験がありますもんね。そうですね、はい。どうですこのまた未来選手、はい、どういった選手なんでしょう。やっぱり身長が小さいんですけどすごくパワーがあって、自分の良さをよく知ってるので、はい、戦い方も迷いがなくてすごく強いと思います。148センチってのは本当にそう女子選手の中でも小さい方ですよね。さあ対するパンチャンリナ選手、間違いなくこのミレイ選手は強敵になりますよね。そうですね、はい。まあ、会見ではそのリーチ差を生かすと言っていましたがどうでしょう。はい、ミレイ選手は多分常にリーチが自分より長い選手と試合をすることが多いと思うので、はい、対策もすごく上手で前蹴りを引き込んだりいろんな対策もできると思うので、そのパンチャン選手がどう上手に攻略するかっていうのを見たいです。また首相撲があるのでそれがすごいポイントかなと思います。なるほど、はい。さあこれから第1ラウンドのスタートです。シェーターさんはどう見ますか。そうですね、ミレイ選手の身長の低さとあと実は腕長いですよね。あーリーチはあるってことですね、その身長の割には。南米系のボクサーなんかでよくある体型だなっていうのが印象ですね、うん、身長低いですけど多分リーチ相当あると思います、はい。さあミドル出していきますが一気に中に入っていきます、はい、やりづらいと思いますよ。これで押し込んだりとかこう完璧にこう上手にやってくる距離を、うん、はい。まあ、本当に翔子選手がおっしゃったようにミレイ選手は本当自分よりも大きい選手としか多分やったことないでしょうからね、はい、対策は多分、ね、はい。どうですエヴァ選手、これだけのやっぱ体重階級は一緒なのに身長差すごい身長差ですね、はい。でもなんかやっぱり言ったように手の、ね、長さがパンチ届くんじゃないかなって距離ですよね、はい。やっぱりその戦前パンチャン選手が言ってたように、まあ、近づけさせたくないんでしょうね、パンチャン選手はね、うん、自分の距離だけで戦いたい。さあ組んでいった、相手押し込むから首相撲がやりにくいですよね、うん。まあ、翔子選手とミレイ選手の試合の映像も見させていただいたんですけど、はい、やっぱり、ね、下からこう低く組んできてしかも押し込まれるのであれこれですね、これですね、はいはいはい、ここからなんかできないですよね。やっぱ多分パワーがある、パワーありますよね。はい、あります。アイスウェイも上手なので、はい。まあ、実際に戦ってみてやっぱその下からグッと押し込まれるのは翔子選手いかがでした。やっぱり私は遠い距離で戦いたいのでやっぱ嫌ですね、うん。実際に翔子選手はこの、まあ、どう攻略していこうとミレイ選手を、まあ、プランで考えてたんでしょうか。やっぱりパンチャン選手と同じで距離を自分の距離で前蹴りキックでと思ったんですけど、はい、やっぱり前蹴りの処理もすごく上手だったので あ,、はい、あとはパンチが強いイメージがあると思うんですけど、ローキックもすごい強いのでちゃんとカットした方がいいと思います。さあ山下選手どうでしょう、対するパンチャン・リナ選手は、はい、この今ミレイ選手との戦いどう。そうです、結構彼女前蹴りもすごい上手な印象があるので、はい、ね、高い前蹴りだったらさばけないんじゃないかなと思うんですけどね、はい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 。そのやっぱそのリーチ差というもの、身長差というものを、ね、もっと生かして、ね、うん、戦ってくるんじゃないかなと思います。いやでもローも重いですね。本当ですね、そうですね、おこれはスップ今タイミングを合わせましたパンチャンリナ。パンチャンとしたらこういう蹴りでやっぱりちゃんとポイント取りたいですよね。でも飛び込んでくるのにやっぱ迷いがないですね。そうですね、でも上手いですね、あんな高い蹴りもキャッチして、あれが上手です、うん、引き込んで簡単、はい。まあミレイ選手本人はね背の高い選手というのはちょっと苦手っていうんですが、まあ、キャリアのほとんど背の高い選手がやってるわけですからまあとにかく精一杯やって勝つだけですと言っていたミレイ選手、第1ラウンド終了です。まあ1ヶ月の体脂肪にしたらしいですね。そうですね、ミレイ選手は、ね、体を学んできたという。いやでもやはり翔子選手やっぱミレイ選手打撃強いですね。強いですね、私はやった時はパンチよりも本当にローが嫌で、うん、上手にパンチのコンビネーションの最後にローキックをつなげてきたりするので、そこはあまり雑にしないでしっかり処理した方が後々絶対いいと思います。はい、
対する翔子選手、パンチャンリナ選手はどうでしょうか。はい、そうですね、やっぱりあの1ラウンド目でこういう感じになるんだっていうのは分かったと思うので、ええ、上手にやっぱり距離を使って高いキックだったり前蹴りだったりで戦ってほしいなと思います。まあ、実際に前回の KO クライマックスで翔子選手はパンチャンリナ選手とやった、はい、試合したんです。そのパンチャンリナ選手が一番その強いというか嫌だなと思ったところっていうのはどうだったんですか。そうですね、やっぱり前蹴りが怖かったというか、うん、警戒はしてたんですけど、ええ、まあ、気持ちが強いので、はい、首相撲もすごく強いので、ええ、はい、首入りに持っていけるといいのかなと思います。さあその首相撲押し込もうとしますが、そうですね、体が曲がりません。小さい人間逆にそっか、そうなんですね、あのミレー選手ってのは本当に自分の小柄なところをすごく武器として使ってますよね、はいはい、自分の良さをすごくよく分かっていると思います。あとパンチャンリナ選手としては、まあ、勝つのはもちろんですが、その倒したいという、まあ、欲求もかなり強いと聞いています。はい、今回は抑え目にするって言ってましたけどね。あ、そうですか、はい、倒すとは言わないっていう、まあ、どうしても倒す倒すになると力んでしまうので、はい、その分ちょっとあんまり今ここ数戦あんまりいい試合ができてないので。ああ、なるほど、勝ちは勝ってるけどもと。そうなんです、あと毎試合ほぼ毎試合鼻血を出してるんですけど、はいはい、今日もあの安定の鼻血が出ました、ね、はい、ました、はい、これは選手どうですか、その、まあ、倒したい気持ちと、うん、まあ、きっちり勝ち切るという。そうですね、でも彼女だったらあのうまくカウンターとか決まれば倒せそうですけど、あんまりこう、ね、狙いすぎると硬くなるので、はいはい、最初のうちはもう自分のこう今ぐらいのパターン出していってスコンと当たれば倒れますね。まあ、しっかりと自分のリズムをまずは作る。そうですね、その中でいかに倒せるチャンスを逃さないか。そうですね、いや、しっかりと見ています。リーチを使いたいんですが、あっという間に懐に入ってくるミレー選手。本当ですね、あっという間に入ってきますね、やりづらそうですね、まあ、あとミレー選手もうそれしかないですもんね。そうですね、確かに意外と打ち下ろせるのでパンチも入るかもしれないので、パンチャン選手は、はい、パンチも強いんで、あの打ってもいいのかなと思います。そうですね、今のところパンチャン選手のプランとしても本当にリーチさを生かして入らせないという、まあ、それに徹底しているという感じはありますが、そうですね、まあ、いかに効かせる、相手にダメージを与えるとなってくるとどうなのか。あ、いいですね、でも確かに今翔子選手がおっしゃったように打ち下ろすパンチ、はい、組みついても、いやー、ローキック、いや、すごい流血試合ですよ。そうですね、お互いに、はい、さあここは打ち合いに行く。いや、なんか本当迫力のある打ち合いですね、本当ですね。で、やっぱりそのミレー選手も徐々にやっぱ入り込めなくなってきたか、ローキック、このローはしっかりと打っていくミレー、距離掴んできましたね、パンチャン選手。そうですね、ここで第2ラウンド終了です。あっという間に第2ラウンド終了、次がファイナルラウンドになります。千枝さん、どう見ましたか。はい、あのちょっとずつパンチャン選手が距離を掴んでる感じはしますね、あの少し余裕が出てきてる感じを受けます。試合やる前はね、かなり恐怖心はあったと思うんですが、入られたらどうしようという、ね、そうですよね、で多分あのパンちゃんはあの塩子選手の試合も多分映像見てると思うんで、これやられたら嫌だなっていうのをずっと思ってたと思うんですけど、でも、まあ、実際に最初のうちはそういったシーンも見られましたが、いけるという、そうですね、思いが、はい、2でちょっとなんか掴んでる感じを、あの表情を見てるとちょっと変わりましたね。塩子選手はいかがですか、第2ラウンド。そうですね、途中からだんだん距離が合ってきているような気がするので、パンチャン選手は手応えをあの感じ始めていると思います。さあ最終ラウンドになります。まだお互いに決定打はないか、その中でこの第3ラウンドで何かが見られるか。さあ気持ちが出ているパンチャンリナ、さあ攻撃の回転が上がってきたぞ、踏みついていきますが、ここはブレイク、前蹴りだが入っていくミレイ、
組みついていって膝を出していくパンチャンリラ。バックハンドブロー。いやーでも余裕がありますね。考えてみたらミレイ選手チャンピオンですからね。チャンピオンと言えるのが初めてのこのパンチャンリラ。これ千代さんだいぶやってますよね。そうですね。しかも若干押してるようにも見えます。お、ここでちょっとまあさっき鼻血を、はいはいはい、あのミレイ選手も出してたので、うん、ちょっと鼻血になってるかもしれないですね。ドクターチェックがある、まあ、あのパンチャンリラ選手も鼻血は出しているんですがミレイ選手の方にチェックが入ります。パンチャン手数は手数手数だよ。これちょっと何か折れてるかどうかというところのチェックもあるんでしょうかね。かもしれないですね。さあ今ドクターチェックによって時間が止まっています。ここでパンチャンリーダーとしてもしっかりと気持ちを切らさず集中していきたいところ。これエバス選手どう見ますこのチェックに関しては。そうですね、やっぱりでも打ち下ろしのパンチなんでね、多分もらう方は相当ダメージがあるんじゃないかと思うんですけどね、うん、で結構前に行くじゃないですか、はいはい、さあドクターのチェックはどう出るでしょうか。まああまり出血に関してはね大きなものを確認することはできませんでしたが、ここは試合再開、ドクターのチェックは終わりました。さあ最終ラウンド、さあ気持ちを切らさずパンちゃんが行く。そしてミレーとしては入りたいだが届かない。あでも確かにミレー選手の鼻血かなり出てます ね、 そうですね、量がちょっと多いですから、はい、鼻折れてるかもしれないですね。となってくるとミレーとしては勝負をかけたい。だがこのミレーの圧力に対してもパンちゃんしっかりと対応して組みついていきます。やっとこのリーチさんを生かしての攻撃というものがリズムになってまいりました。パンチャンリラ、こうなってくるとミレーとしても簡単には入れません。いや これミレー入れなくなってるんじゃないですかね。そうですね、入れなくなってますね、明らかに前蹴りとミドルで、はい、あの今の距離を保つことに成功してますよね。そして鼻血がかなりひどくなってきたミレー、ラスト1分。さあそうなってくるとパンチャーリーダーとしては倒せるかもしれないというね、そうですね、欲求が出てくると思うんですよね、はい、そうなってきた時にミレーとしても打ち合いになった時チャンスが生まれるかどうか、それともパンチャーリーダー崩さず自分のペースで戦うか。ミレーとしてはおそらくこのラウンド厳しい状況になっているだけにしっかりと有効打を当てていきたい。だがそれを許さないパンチャンリラ、抑え込んでいいですね。残り時間20秒、倒れませんパンチャンリラ。さあどうするミレー、どう攻めるパンチャン。あっおおボディ、今のボディは気をつけなければいけません。あーパンチが入る、パンチが入る、打ち合うとやっぱりパンチ入りますね。そうですね。さあ試合終了、ここでジャッジ判定となります。仮に、ドローだった場合は延長1ラウンドが用意されています。この試合です、翔子選手いかがですかこの第3ラウンド。そうですね、やっぱり徐々にパンチャー選手が距離を掴んで対応していったので、うん、はい、あの良かったんじゃないかなと思います。まあ、あの話、ね、ミレー選手もおそらく打撃による有効打によるものでしょうね。パンチャリーダ選手の結構出てますね、はい、そうですね、はい、はい、そうですね。こうなってくるとシエドさん、はい、ジャッジがしっかりと分かれる可能性というものは。そうですね、もうあのポイントはしっかりと取ってると思います、はい、パンチャー選手が29。パンチャンリナ、まずは1人目パンチャン、ジャッジ仙台30敗27、青パンチャンリナ、ジャッジは30敗27、青パンチャンリナ、以上3対0の判定を3対0、
判定勝利パンチャンリナです。これはでも翔子選手チャンピオン相手ですからね。そうですね、はい、すごいと思います。エヴァ選手内容もどうでしょう、良かったんじゃないでしょうか。はい、いいですね、すごいあの左ミドルで距離取ってで誘い込んだような右ストレートだったりって、はい、あのパンチもキックも強烈ですし、はい、見事ありました。ね、シェイザーさん、私なんかあの入られた時にパンチャン、もろさが出てしまうかなと思ったんですが、はい、全然そんなことなかったですね。そうですね、やはりあの一戦一戦成長してますね。はい、やっぱり翔子選手との試合もやっぱ経験してて、パンチャンはやっぱそこでちょっとすごく成長したんだと思います。これで5戦5勝、いまだ負けなしのパンチャンリナ、しかも相手は現役女子チャンピオン。この判定勝利はパンチャンリナにとって大きな大きな自信になったでしょう。